皆さんこんばんは、今日はですね、前回この電熱ベストですね、電熱ベストを紹介したんですけど、前回、ここと同じところでね、撮影したんですが、照明のねちらつきがすごくて、一応アップしてますけど、そちらのね撮り直しをもう一本撮りたいなと思います。そう、これがね、その電源が入っている中にね線が入っていて、あったかくなるベストなんですけど、中に入っているのはねこういうような、モバイルバッテリーをね、モバイルバッテリーを入れています、小さいタイプ、小さいねこういうバッテリーを入れております。でどういうところに入れているかというと、このね内ポケットの中に、こういうふうにね入って線を入れる形ですね。でモバイルバッテリーのスイッチを入れると電池がないですね。もうこれはね重宝して本当に毎日使っています。はい、これで OK ですね。これで電源が今4つランプがついているので満タンの電池をこう中に入れて、チャックを閉める。でここで閉めますよね。流します。そしてスイッチを、ここにスイッチがあります。ここですね。ここをずっと長押しすると赤く光りましたね。赤く光ると45度ぐらいで、暖かくなりすぎるのを防ぐためにこの後、45度まで行くと1段階下がって白くなります。もうじわじわね、もう暑くなってきています。本当にね、このね首の後ろのところもう暖かいです。瞬間的に暖かくなるんでね、こういう時期、これをつけた上に1本マフラーとかね、1本何かを1枚何かを羽織るだけで相当インナーが暖かくなるんで、これは本当におすすめです。で、よく売ってるのがね、釣り具屋さんとかに熱源ベスト、電圧ベスト売ってるんですけど、高いんですよね。もちろんその高い分製品はねいいとは思うんですけど、これ4000円ぐらいで、購入して、どんなものかねちょっと試したかったっていうのもあって、これをね、1枚買ってみましたけど、すこぶる調子の良さで、本当にねこれは素晴らしいものだなと。外で作業をする、除雪にはねちょっと向かないかもしれないです。除雪してると体が暖かくなるんで、汗をかいて風邪をひいちゃう可能性があるんで、こう黙っている時ですね、釣り、スキー、遊びのことばっかりですけどね、あとは外でなんか作業をする、外でね、寒いところで外で長くいる場合はこれがね本当におすすめです。首のところにもで各種いっぱいある、 Amazon に行くとねいっぱいあるんで、いろいろ見ていただければなと思います。一応僕の買ったやつ、これは下のね概要欄のところに貼っておきますけど、もし、良ければねそこを見て、他がいっぱいあるんで、多分ね日本製は多分間違いないと思いますけど、違うね国で作ったやつでも十分僕は、これで満足しています。はい、今日はねこのベストのご紹介でした。今日はね実はこの後もう一本撮りますので、はい、同じ形の同じシチュエーションで、撮ろうと思ってますので、そちらもねまた見ていただければなと思います。それではまた。I'm never giving up on you.